山の中の駅舎でございます。まあ夜で申し訳ないですけどもね、今日はねちょっと見えにくいですけども、このもうかなり山の方上の方なんですよね。スキー場あったりとか、冬のシーズンはかなり豪雪地帯なんですよね。温泉あったりキャンプ場あったりスキー場あったりとかいうような、エリアです。今日はこちらにお邪魔しようかなと思います。あ、そうですね、駅シリーズみたいな感じで、ずっとあの新見からずっと回ってきて、はい、あ、そうなんだ。よいしょ、はい、来ました。中国地方で一番長いローカル線、芸備線。本当に結構ここ有名なんですね。落ち合う 駅のか、トロッコ列車が、警報器が鳴り始めたら渡らないでくださいと。こちらですね、まあ、結構ね、大きな駅ですね。山の中にしたら、ちょっと渡っていきます。
すごいですね。やっぱ豪雪地帯なんで屋根とかねしっかりしてますね。試合室ありますね、まあ、山の中の駅としたら結構大きな駅で乗り換えあったりねするんで主要な駅なのかなと。こっちか。うわでっかい虫がいるわ。こんな感じでございます。電車です。ああやって回すんですね。ですね、なんかもう完全に撮り鉄になってますけどいいですね。はい、いうわけでね、この7時あ20時12分かなぐらいに、まあ、12分ぐらいに出発するんですけど、これが最終列車です。この駅での最終列車ということ。今日はもうこんな感じで帰ろうかな、終わろうかなと。おそらく最終列車過ぎてからね、この駅も閉めるのかなと思います。あまり迷惑かからないようにちょっと早めにね撤収しようかなと思います。いやいいですね、なんか普通にこうやってね探索するのも楽しいですよ、本当に一個一個ね。いやありがとうございました、本当に。まあいろんな駅があって、いろんなその駅の中に歴史があって、それぞれのスタイルがねあって、また来たいなと思うような駅でした。はい、昔は SL が、ね、走ってたりとか。いうわけで、まあね、落ち合う駅ね、ということで本当に落ち合うことができたというか、あのね、岡山から来てる方もおられたんで、はい、まあ、いろんな出会いが駅ではねあるということです。というわけでありがとうございました。それではまたよろしくお願いします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから。
フォローよろしくお願いします。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。